レマイコ畔の小さな家はスイスの某州ブベ郊外コルソーのレマンコ畔に建てられた住宅建築家のルコルビュジエとピエールジャングレによって設計され1923年から1924年にかけて作られた母の家とも呼ばれる小さな家の名前の通りルコルビュジエは両親のためにこの家をレマンコ北岸に建て自身も 第二の我が家のように思っていた。ルコルビュジエは彼の両親のためにピエール・ジャンヌレと共に小さな家を建てることを計画し、1923年から1924年にかけて建築した。父親のジョルジュ・エドワード・ジャンヌレはこの家に1年間しか住むことは叶なわなかったが、 母親のマリエ・シャーロット・アマリー・ジャンヌレは101歳になるまで住み続けた。彼女の死後、ルコルビュージエの兄弟で、ミュージシャンのアルベルト・ジャンヌレが1960年から1973年までこの家で暮らし、現在はルコルビュージエ財団が管理している。建設用地の購入前に、ルコルビュージエがすでに小さな家の計画を思い描いていたと言われることもあるが、 確かな証拠はない。ただ土地区画上、平屋建てで湖に向かって、南向きに建てざるを得ないということは決まっていた。そのためにスペースを効率的に使用したため、長さ16メートル、幅4メートルの家を、ルコルビュジエ自身が住むための機械と表現した。この言葉は、彼が追求した、新しい建築様式自体を表現する言葉としても、よく使われる。 これらの設計をもとに、ルコルビュジエは建設に適した立地を探した。検討の結果、選ばれたのはコルソーにあるレマン湖北岸から4メートルほどの見晴らしの良い300平方メートルの土地であった。土地購入時、北側は古くはローマ時代からある道につながっているのみであったが、竣工から数年経った1930年には主要な道路に接続された。また付近には、 鉄道駅ができ、ミラノやチューリッヒ、マルセイユ、パリなどへ行く列車が止まるようになった。部屋の配置は、個々の活動の連続に合わせて、生活の機能として、最小限の床面積になるように計算されたため、床面積は全部屋合わせて60平方メートルとなっている。建築の段階でほぼ当初の計画通りに部屋が作られた。屋上庭園付きのテラスになるよう屋根は平らに。 設計され、北側の外階段から登ることができる。テラスの方は船のように手すりで囲まれ、屋上庭園はコンクリートの低い壁で囲まれている。これらを合わせて家の全高は2.5メートルであった。さらに南側には11メートルにわたる大きなガラス窓がはめられており、家の中、特にバスルーム、ベッドルーム、今からは、 湖の開放的な景色を眺めることができる。一方、ゲストルームには東向きに斜めの天窓が設けられ、昇る朝日が差し込むようになっている。内部はコンパクトな室内で快適に過ごせるように、室内の家具の配置などにも配慮され、来客時にベッドを隠せる間仕切りなども存在している。当初から南側の一部以外は土地全体を2メートルの高い金属の壁で囲むことが、 決まっていた。南側の壁には一部正方形に切り取られた部分があり、そこからさながら一枚の絵のようにして、湖の景色を望むこともできる。また、北西の角は屋根裏部屋が張り出して覆う形になっている。これに合わせて、西側の壁も2階分の高さで作られている。これらを総合してみると、この小さな家には屋上庭園や自由な設計、 水平連続窓といった、後に、ルコルビュジエが提唱する、近代建築の五原則の原型を見て取ることができる。建物と壁は、セメントと土でできた中空の軽い素材で作られ、どちらも白く塗られた。基礎部分はそれぞれコンクリートで作られ、特に地下室の壁や、床スラブ、平らな天井、斜めの天窓には強化コンクリートが使われた。またキャノピーの支えには、 直径6センチメートルの鉄の棒が使われた。春工の数年後に漆喰にひびが入ったが、ルコルビュジエはむしろ老朽化にどう対応するかの好期と捉え、金属製の波板で覆うなどの補修を行った。中庭からのレマンコの眺めテラスのついた東側の客ゲストルーム人間工学などに基づいて空間の最小化と快適さの最大化を目指した。 最小限住宅であると評価されることがある。一方で、南側の水平連続窓については、オーギュスト・ペレとの窓論争のテーマとなり、合理性や必然性を主張したルコルビュージエと、水平窓が室内空間にもたらす要素を否定的に捉えたペレが対立した。世界遺産の構成資産としては、最小限住宅のアーキタイプという点が評価された。2004年12月、 スイスに残る4つのルコルビュジエ建築がユネスコの世界遺産の暫定リストに登録された。当時はレマンコハンの小さな家に加えてシューブテイやジャンヌレテイ、イムーブルクラルテの4つが推薦の対象であった。フランス、ドイツ、アルゼンチン、ベルギー、日本、インド、スイスの7カ国は共同で2009年にルコルビュジエの建築と 都市計画の世界遺産リスト登録を推薦した。ここには常実の4作品を含む23の建築物が含まれており、立候補のための書類は2008年1月30日にフランスの文化・コミュニケーション大臣クリスティーヌ・アルバネルによってユネスコトルコルビュージェ財団の代表者の立ち会いの下で署名されていた。しかし2009年の 第33回世界遺産委員会での審議では見送りという結果に終わったため関係各国はその後推薦資産の見直しを行い19作品にまで絞り込んだその際にスイスは修部邸を除外し3県を推薦することとしたしかしながら2011年の再推薦も第35回世界遺産委員会によって却下されスイスはジャンヌレ邸を除外するなど さらなる絞り込みを行っていった。2015年に3回目の推薦を行った段階では各国合わせて17件の作品をリストアップした。2016年にはイコモスから登録勧告を受け取り、第40回世界遺産委員会でルコルビュジへの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスとして正式に世界遺産に登録された。 レコルビュージエ、ユヌプティメゾン1923、アディション D、アーキテクチュア、ピアニッシモ、QAB クレ、サワー2009、ピアニッシモ、217、218、AB 加藤2008、ピアニッシモ、123、126、3名2016、P8、3名2016、P8 文中の格好は、引用部。ウーブルアーバニアー,アーキテクチャラルデレコルビュージエ、 アイントリックインデアテンタティブレストデアユネスコアウフ、デレンウェブサイト、オブジェルフェンエ m ム7、エープリル2014、インフォーマショネンツアーウェルターベスタット、アウフデアウェブサイトデアユネスコ、オブジェルフェンエ m ム18、ジュリ2016、レコルブジャーズアーキテクトニッシュズベルクイストウェルターブ、NZZ17、ジュリ2016、オブジェルフェンエ m ムグリカンタゲ。ありがとうございます。